昔々、菅原家という中流貴族の家に道真という男の子がいました。菅原家は雨の穂日の御琴という農業産業の神様や、飲みの宿根という日本書紀に登場する人物を祖先に持つ家柄でした。道真のお父さんは高齢養子という人で、天皇の下で役人として働いている人でした。代々菅原家は天皇家にお仕えする学者気質の家だったのです。ですから道真のお父さんもおじいさんも役人として働く傍ら、大学教授のように役人を目指す人々に勉学を教える存在でもありました。そんな学問が重視される菅原家で、道真は早くから才能を見せ始めました。道真が5歳の時のことです。この頃道真はあっこという幼名で呼ばれていました。あっこ、何をしているんだい？梅を見ておりました。うちの庭の梅は見事だからね。あこも梅が好きかい？はい、美しや紅の色なる梅の花、あこが顔にもつけたくぞある。道真、お前今歌を読んだのかい？はい、父上たちの真似をして作ってみました。そう、道真はなんと5歳にして初めて和歌を詠んだとされているのです。ちなみにこの美しや紅の色なる梅の花、あこが顔にもつけたくぞあるという和歌は、美しいな紅色の梅の花を自分の顔にもつけたくなってしまうよというような意味です。道真は幼少の頃から梅を愛し、文学の才能のある子供でした。道真が幼少期に作ったとされる詩歌はこれだけではありません。11歳の時には漢詩も作っています。道真の父惟吉は文丞相の島田の忠臣にこう言いました。道真ももう11歳だ、漢詩を作らせてきなさい。わかりました。阿子様、お父様から漢詩を作るようにとのお達しです。そうですね、題は月夜に梅の花を見るにしましょうか。道真が作った詩はこのようなものでした。月の輝きは晴れた雪のごとくで、梅の花は照っている星に似ている。ああ、素晴らしいことだ。金の鏡がめぐって庭のあたりで宝玉のような花が香っているのは、これは11歳の子供が作ったとは思えないほど華麗な比喩表現が光る技巧的な漢詩でした。道真にはどうやら兄が2人いたようですが、2人とも若くして亡くなってしまったようで、道真は学問を重視する菅原家の後継ぎとして期待されていました。その期待通り、道真は役人になるため勉学に勤しみ、文丞相を目指していくのです。この文丞相というのは平安時代の大学寮、つまり官僚の育成機関の学生の呼び名でした。文丞相というのは特に文学科の学生のことを指し、入学するには試験が必要でした。この試験はとても難しく、定員は20人、しかも1年ごとに20人ではなく全体で20人というとても狭き門です。しかし道真は祖父や父の後を継ぐべく文丞相を目指しました。道真は18歳の時に文丞相となりました。しかし文丞相になればそれで終わりというわけではありません。文丞相の中でも優れたものがなれる
文書特号賞になり、その後対策と呼ばれる試験に合格して、やっと道真が目指す官僚のエリートになれたのでした。そのため道真の勉学は続きます。道真は官三というあざな、つまり大学寮での呼び名が与えられました。道真は大学寮でさまざまな文書を作りました。当時政治は漢文で行われていました。ですから道真の作る見事な漢文はいろんな人に必要とされたのです。道真が勉学に励む26歳の時のことです。ある日、とある貴族の家で弓を射る遊びをしていました。そこにたまたま道真がやってきました。おや、菅原のとこの君、いつも勉強ばかりしているんだろう。まあそうですが。ではこういった弓は苦手だろう。どうだい、一度やっていかないかい。みな道真は弓がうまくないだろうと思っていました。道真は弓に矢をつがえ撃ちます。するとどうでしょう、道真は一度も的を外さずに矢を射りました。そしてこのあとしばらくして道真は対策に合格しました。対策に合格した道真は本格的に政治の世界へと足を踏み入れていきます。道真は昇進を続け、文上博士という学者の最高位といえる役職に就きました。しかし道真の生活は順風満帆とは言えませんでした。政界からは道真への悪口がどこからともなく聞こえてくるのです。道真、頼れる友を作ったらどうだ。私は心配だよ。兄弟のないお前が政界でやっていけるのかね。大丈夫です父上、きっとうまくやってみせます。父これよしが亡くなり、いよいよ道真は政界や学会のいさかいで矢面に立たねばならなくなりました。名門菅原家では人々に勉学を教える私塾も持っていたのです。道真はその文才により出世もしていきます。ある時道真は讃岐の国へと赴任することになりました。道真は家族と共にいられないことや、父や祖父のように天皇のそばで政治を支えることができないことに葛藤しながら讃岐の国へ向かいました。この時の道真が京都を懐かしんで作った漢詩があります。家を離れて4日、おのずから春を痛む。梅流何によりて降るるところ新たなる。狩るがゆえに去来する口角のつぐることを問う。三州の獅子元より詩人。今日の家を離れてもう4日になる。私は自らこの春を悲しく感じる。梅や柳はどうしていつも目に触れると新鮮な悲しみをいざなうのだろうか。そこで行き交う旅人たちに同じように感じるか尋ねてみた。しかし誰も梅や柳を見て悲しくは思わないのだそうだ。だとすれば讃岐の神である私が元来詩人であるからそう思うのだろうか。この歌からもわかるように、都を離れることになった道真の悲しみは大きかったことでしょう。しかし讃岐の国で見たのは民の苦しい実情でした。道真は讃岐の国で一生懸命良い政治を行いました。道真の善政は民にも伝わり、住民たちからは慕われる存在となりました。数年後道真は都に戻りました。それからも道真は重用され続けます。
この頃、日本は遣唐使を送っていましたが、唐の情勢が不安定になってきたため、道真は遣唐使の中止を提案しました。これは後に国風文化が花開く大きなきっかけとなったのです。そして道真は右大臣にまで出世しました。右大臣はこの頃の日本の政治でトップ3に入る重要な立場でした。しかし道真は中流貴族の出身、当時の感覚では右大臣という立場は異例の出世でした。そのため道真のことを妬む人は絶えず、道真はさまざまな誹謗中傷に悩まされることになります。また道真をよく扱った宇田天皇が出家したことで醍醐天皇が即位しました。このことがさらに道真の立場を悪くします。901年、事件が起こりました。菅原の道真よ、お前は貧しい家柄から大臣となったが、武をわきまえず政治を独占しようとした。また天皇の配立を目論んだ。よってお前を太宰府に左遷する。そのような事実はありません。道真はありもしない罪をでっち上げられて、太宰府、現在の福岡県に左遷されてしまいます。これは当時左大臣を務めていた藤原の時平の讒言、つまり嘘だったと言われています。道真は悲しみましたが、決定は覆りません。家族と十分に別れを惜しむ間もなく、道真の左遷の日がやってきました。この家とも一生の別れか。ああ、この梅は今も変わらず咲いているのだな。古地深場、匂いよこせよ梅の花。主なしとて春な忘れそう。道真は思い出深い梅の木に別れの歌を詠みました。もし東からの春風が吹いたならば、梅の花よ、お前の香りを送り届けてくれ。主人の私がいなくなっても春を忘れるでないよ、という歌です。この梅は道真が太宰府に着くと、一晩のうちに京から太宰府まで飛んできたとされています。これは飛び梅伝説と呼ばれています。太宰府に着いてからの道真の暮らしはとても苦しいものでした。衣食も十分に得られないような暮らしだったと言われています。そんな中でも道真はさまざまな歯科を残していました。草葉には玉と見えつつ侘び人の袖の涙の秋の白露。草葉の上にあるときは美しい宝石のように見えるが、失意の人の袖の上では涙となってしまう、この秋の白露であることよ、という意味の歌です。美しい白露であっても都に帰ることもできない自分にとっては、袖に落ちる涙そのものに見えると嘆いています。この太宰府での暮らしは政務をすることを禁じられ、従者もおらず給料も与えられなかったとのことですから、とてもつらいものであったのでしょう。それでも道真は皇室の安泰と国の平穏、そして自身の身の潔白をひたすら祈りました。しかしその思いも虚しく、太宰府に来て約2年後、道真は失意のうちにこの世を去りました。その後道真の怨霊が現れたとささやかれるようになるのですが、これはまた別のお話。類まれなる才能を持った一人の人物は悲しい最後を迎えたのです。